どうも皆様こんにちは。いかがお過ごしですか。今回はバンダイの SH フィギュアーズシリーズから SH フィギュアーズフレディ・マーキュリーライブエイドバージョン、こちらを紹介したいと思います。これはクイーンというバンドのボーカルであるフレディ・マーキュリーを SH フィギュアーズ化したものなんですけど、フレディって以前にも一回フィギュアーズになってるんですよね。ただ今回のは以前のものとは着ている服が違っていて、今回はライブエイドバージョンということで、ライブエイドのステージに立った時の衣装になっています。フィギュアの見た目はこんな感じ。前から左から後ろからそして右から来ましたね。ようやくこの衣装のフレディがフィギュアーズにやってきたという感じですね。フィギュアのお顔はこんな感じ。おそらく以前のバージョンのフィギュアーズのフレディの顔をそのまま流用しているんだと思われます。ただ相変わらずデジタル彩色で超リアルですね。そして胸毛も再現されている。腕も足も結構細身で、特に足はかなり長くてスラッとしている印象ですね。あと下半身はほぼ成形色です。ピッチピチのタンクトップにできたシワなんかも再現されてますね。フィギュアの稼働を見ていきたいと思います。まず頭部、ボールジョイントで接続されていてグリグリと稼働します。左右方向にも問題なく振ることができます。上を向くのはこれぐらいまで、下を向くのはこれくらいまで稼働させることができます。続いて胴体の稼働。胴体は胸の下と腰の部分でボールジョイント接続されていてグリグリと稼働します。左右方向はだいたいこれくらいまで稼働させることができます。うつむくのはこれくらい、のけぞるのはこれくらいまで稼働させることができます。胴体の稼働幅はかなり広いですね。腕周りの稼働を見ていきましょう。腕は肩関節でボールジョイント接続されていて前後に問題なく1回転します。それから腕はこれくらいまで上げることができます。あと肩関節には前後のスイング可動が入ってるんですけど、これがかなり可動範囲が広いです。ここからここまで可動します。それから肩の下でロールが入っていて肘はこれぐらい曲がります。そして手首が球体ジョイントでフレキシブルに稼働をします。足回りの稼働、まず股関節左右方向これくらいまで開きます。前方向にはこれくらい、後ろ方向にはこれくらいまで稼働します。股関節の下でロールが入っていて膝はこれくらい曲げることができます。最後に足首、ボールジョイント接続でグリグリと稼働をします。ここボールジョイント稼働なのはちょっと稼働範囲に不安が残りますね。あとはつま先が稼働をします。このフレディがですね、想像していたよりずっと稼働するんですよ。胴体の可動範囲とか肩の前後スイングとかがかなりいい仕事をしてます。ほら見てくださいよ、これガンダムエピオンにモビルトレースシステムが搭載されても問題なくモビルアーマー形態に変形できるレベルの可動範囲ですよ。付属品の方を見ていきましょう。付属品は交換用頭部が2つに交換用手首一式、それからマイクとスタンド付きのマイクが付属します。付属品なんですけど、これはおそらく以前のバージョンのフレディのフィギュアーズについていた付属品が丸ごと流用されている感じだと思われます。交換用頭部パーツの見た目はこんな感じ。どちらも非常にリアルですね。交換用頭部パーツは頭部を引っこ抜いて丸ごと交換する方式です。頭部パーツ交換するとこんな感じになります。この表情はステージ上でシャウトしているフレディを再現するのはもちろんなんですけど、タンスの角に足の小指をぶつけた時の表情なんかにも使えますね。マイクの見た目はこんな感じ。
そしてこれ、フレディが好きなやつですね。この半端な長さのマイクスタンドがついた状態のマイク。これはホルダーの部分が稼働するようになっています。マイクおよびスタンド付きのマイクは専用の手首を使うことで保持することができます。フィギュアのサイズ見ていきたいと思います。比較対象として隣にだいたい12分の1スケールのアクションフィギュア、SH フィギュアーズのボディ君を並べてみました。そして以前のバージョンの SH フィギュアーズのフレディ・マーキュリーと並べてみるとこんな感じです。はい、というわけで、バンダイの SH フィギュアーズシリーズから SH フィギュアーズフレディ・マーキュリーライブエイドバージョン紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。個人的には前のバージョンのフィギュアーズの時の衣装よりもこっちの衣装の方がフレディとしての印象が強かったので、前のバージョンが出た当時だから4年くらい前ですね、その頃からタンクトップ姿のフレディのフィギュアーズ出してほしいと思ってたんですけど、ようやく出していただけたっていう感じです。ありがとうございます。このライブエイド版のフレディが出たのって、まあ間違いなく映画のボヘミアン・ラプソディがヒットしたからだとは思うんですけど、映画のクライマックスがちょうどこのライブエイドのステージなんですよね。皆さんボヘミアン・ラプソディ見ましたか？ボヘミアン・ラプソディのライブエイドのシーンって実際のライブエイドの完全再現みたいな感じになってて、あの映画を劇場に見に行ってあのシーンを実際に見た時に、僕はこの映画を初めて見るのにこの次に何が起こるのか、フレディが、というかフレディ役のラミ・マレックが彼が次にどういう動きをするのかが全てわかるみたいな、俺はこの映画をすでに知っているみたいな、そんな感覚になりましたね。あとあの映画って映画全体を通してライブエイドの時に歌われた選曲に新しい意味、新しい解釈を与えてて、今までライブエイドの実際のライブの映像は何度も何度も見ましたけど、あの映画を見た後だとライブの選曲に全然違った印象を受けるようになってて、まあもちろん映画的な脚色はものすごく含まれてるんですけど、なんかね、得がたい体験をした映画っていう感じでした。で、このライブエイド版フレディのフィギュアーズ、フレディ・マーキュリーのフィギュアとしては個人的にはこれが欲しかったっていう感じのアイテムなんですけど、単純なアクションフィギュアとしてもかなり可動範囲が広くてすごくいいです。あと表情パーツ、以前のバージョンのフレディからの流用ではありますけど、そもそも以前のバージョンのフレディがその表情からネタ要因的に遊べる側面も割とあったので、それをそのまま引き継いでいるライブエイド版のフレディも相変わらずめちゃくちゃ遊べると思います。クイーンのファンだとかフレディ・マーキュリーが好きだとか、そういうのを抜きにしてもかなりおすすめのフィギュアとなっております。はい、というわけで今回はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様さようなら、バイバーイ。